バーバラ・モーガンは、アメリカ合衆国の教師、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。ティーチャー・イン・スペースプログラムにおいて、スペースシャトル・チャレンジャーの STS-51、L のミッションで、クリスタ・マコーリーフのバックアップを務めた。その後、ミッションスペシャリストの訓練を受け、2007年8月に STS-118 で、初めて宇宙飛行した。 STS-118 まで、モーガンは、サリー・ライド、シャノン・ルシットと共に、多くのメディアに登場した。モーガンは1951年に、ジェリー・ラディング夫妻の間に生まれ、カリフォルニア州フレズノで育ち、フーバー高校を卒業した。1973年に、スタンフォード大学で、人間生物学の学士号を取り、1974年に、 ノートルダムドナミュール大学で教職の資格を得た。モーガンは1974年にフラットヘッドインディアン居留地のアーリー小学校で読書治療と算数の指導を始めた。1975年から1978年まで彼女はアイダホ州マッコールのマッコールドネリー小学校で2年生に読書治療と算数を教えた。 1978年から1979年までは、エクアドルの基礎で英語と理科を教えた。1979年から1998年まで、再び、マッコールドネリー小学校で2、3、4年生を教えた。モーガンとクリスタ・マコ・リフ、1985年モーガンは、1985年7月19日に、ティーチャー・インスペースプロジェクトの交代要員の候補に、 選ばれた。1985年9月から1986年1月まで、彼女はクリスタ・マコーリフと共に、ヒューストンのジョンソン宇宙センターで訓練を行った。チャレンジャー号爆発事故でのマコーリフの死去を受け、モーガンは、ティーチャー・イン・スペースプロジェクトを実行する役目となった。1986年3月から7月まで、彼女は NASA 職員として、 国中の教育機関で講演を行った。1986年秋、モーガンはアイダホに戻り、再び教師の仕事を始めた。彼女は2年生と3年生に教えるとともに、NASA の教育部門でも働いた。Teacher in Space プロジェクトでの彼女の役目には、公共の場での講演、教育的なコンサルタント、カリキュラムの設計、アメリカ国立科学財団での仕事、 等も含まれていた。1998年1月、マコーリーフの死から12年経って、モーガンは NASA のミッションスペシャリストに選ばれ、1998年8月からジョンソン宇宙センターで訓練を始め、彼女はプロの宇宙飛行士となった。2年間の訓練と評価を経て、彼女は通信管制員として、軌道上の乗組員との交信に当たった。2003年、モーガンは、 STS-118 の乗組員に選ばれた。他の多くの宇宙飛行士と同様に、モーガンはアマチュア無線の免許を取っていた。2003年に試験に合格し、3月2日に連邦通信委員会より免許を交付された。そのため、彼女は国際宇宙ステーションのアマチュア無線の装置を扱うことができた。ミッションスペシャリストとしてのモーガンの役目は、 他の乗組員と変わることはなかった。NASA の広報やメディアの報道では、彼女は教育者宇宙飛行士と呼ばれることもあるが、モーガンはこの訓練は受けていない。NASA 長官のマイケル・グリフィンは、STS-118 の終了後の記者会見で、モーガンは教育者宇宙飛行士ではなく、職業こそ教育者であるが、通常のミッションスペシャリストとして扱われたと明言した。 STS-118 での飛行前、NASA はモーガンのマスコミへの露出を制限しているようだったが、モーガンはミッションの直前に STS-118 の乗組員が国際宇宙ステーションの建設において果たす役割について一連のインタビューを受けた。ミッション終了の3週間後、彼女はフロリダのウォルトディズニーワールドリゾートで初めての宇宙授業を行った。 このイベントは、モーガンが行った一連の講演の最初のものだった。2008年6月28日、モーガンは NASA を退職し、ボイス州立大学で教職に戻るとの発表があった。2008年8月、モーガンは、ボイス州立大学で工学と教育学の指導を始めた。モーガンは、アイダホ州、マッコール出身の作家クレイ・モーガンと結婚しており、二人の 息子がいる。彼女はフルート奏者で、ジャズ、文学、ハイキング、水泳、クロスカントリースキートンが趣味である。2008年7月4日、モーガンは全米教育協会からフレンド・オブ・エデュケーションを受賞した。私たちを少しだけ前に進める努力に加わることには大きなプライドを感じることができる。眼下に地球を見下ろすと、私たちが 人類のためにしようとしていることがとても重要なことだということに気づくだろう。から2007年8月22日、ありがとうございます。